あったの。私、眠ってしまったのかしら。変な気分だわ。これは、うわあ！この顔は、俺とジョルノの体が、いや、心だ、精神が、まさか眠っている間に、俺とジョルノ、ミスタとトリッシュ、それぞれ二人の精神が、肉体を超えて入れ替わったのかよ！なんてこと。私何よこの顔、この体、臭い。私すごく脇が臭いわ。おい待ってくれよトリッシュ、そういう問題じゃねえだろが。今はこれはスタンド攻撃だ。ボスのキングクリムゾンじゃねえのは確かだが、何者かのために俺とお前の精神が入れ替わったんだ。ちくしょう、ボスが呼んだ新手の親衛隊の攻撃か。いやならんちゃ、ボス自身がこの殺せを近くに来ているというのに、奴が部下に頼るというのは考えにくい。そして今ミスタやならんちゃは攻撃と言ったが、本当に攻撃なのだろうか。単に精神が入れ替わっているだけで、ダメージは別にない。一体おいジョルノ、何が起きようと、俺の方が年上だかんな。キャー、指に毛が生えてるわ。爪も醜くて変な形だし、カスが溜まってる。生理的にダメなのよ。やっぱり臭いわ。なんでよ、どうして私がミスターなのよ。知らねえよ、たまたまお互い近くで眠っちまったからだろ。しかも俺のことをそんな風に思ってたのかよ。そんな臭い。ちょっとあんた、指でどこ触ってんのよ。ああ、誤解すんなよ。別に触ったんじゃねえよ。ゴムのところが痒いんだよ。パンティーに指を入れないで。わかった。それ以上足を開いたら殺してやるわ。わかったって。でもお前がケツ上がってるように見せるパンツ履くから締め付けられて痒いんじゃねえか。ブラジャーも寄せてあげてるぜ。言っとくわ、今度スカートの中に手入れたらぶっ殺してやる。絶対お前を呪い殺してやる。うわあ、ナランちゃん。ちっ、そいつはジョルノだっつーの。それに殺すって自分をか。やめてー。なあみんな。